可能なテトラクオーク中間子の性質と分類。緑は i イコール0の状態を、紫は i イコール1、2の状態を、赤は i イコール1の状態を示す。縦軸は質量である。石中間子は通常のクオークモデルでの中間子には不可能な量子数を持つ中間子である。低オークモデル中間子には以下のものがある。グルーボール、または グルーオニウムアタイクオークを持たない。テトラクオーク、二つのアタイクオークハンクオーク体を持つ。ハイブリッド中間子、一つのアタイクオークハンクオーク体および一つ以上のグルーオンを含む。これらのすべてはハドロンであり、バリオン数が0であるので中間子として分類される。一種中間子の中でグルーボールはアイソスピン、ストレンジネス、チャーム、 ボトムネスおよびトップネスが例であるフレーバー一重項でなければならない。すべての粒子状態と同じく一種中間子はポアンカレ対称性の表現を持つ量子数 JPC および質量によって特定される。また中間子の i s o スピンア i も特定される。典型的にすべてのクオークモデル中間子は SU フレーバー、九重項。 すなわち80項とフレーバー1重項として現れる。グルーボールは9重項以外の余剰粒子として現れる。これは一見して単純な計算であるが、グルーボール、テトラクオーク、またはハイブリッドのような状態の割り当ては未だ不確実なままである。様々な状態の一つがこれらの低オークモデル中間子の一つであると考えた時でさえ混合の程度及び、 状態の正確な割り当ては不確実で困難である。各状態に量子数を割り当てたの実験でそれらを称号するためにはかなりの労力を要する。こういった理由からクオークモデル以外のすべての割り当ては現在のところ暫定的である。現在の格子 QCD によるグルーボールの予測は少なくとも仮想クオークが無視されるときとても安定的である。 最も低い状態の二つを以下に示す。例、および例のような非標準的な中間子である。グルーボールは、すべて 20VC により高いエネルギーを持つことが期待される。グルーボールは必ずアイソスピンイコール例を持つ、アイソスカラーである。規定状態のハイブリッド中間子例、1、1、よび2は、すべて 20VC によりやや低いエネルギーを持つ。 標準的な量子数1を持つハイブリッドは1.9プラスマイナス0 2 j ェブ、c 2のエネルギーを持つ。今日で最良の格子シミュレーションは仮想クオークループを無視するクエンチ近似によって計算される。その結果、これらの計算では中間子状態の混合を再現できない。実験データではアップクオーク、ダウンクオーク、ストレンジクオークのみから構成されると考えられている。 量子数例を持ったアイソスカラー共鳴は F 0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 および F 0がある。これらのうち F 0は通常カイラルモデルのシグマと同定される。F 0の生成と崩壊は、この粒子状態も中間子であることの強い証拠を与える。グルーボールの候補は F 0 F 0または F 0である。 なぜなら、クオークモデルだけでは、蒸気5つのアイソスカラー共鳴に対応する粒子は4つまでしか上げることができないからである。2ガンマ 2π、または2ガンマ 2K 反応のような2つの高種反応でのより高い質量状態の生成は非常に抑圧されている。これらの粒子の崩壊も、これらの1つがグルーボールである可能性についていくつかの証拠を与えている。F 0は、 アイコール1状態の A0 及びカッパ0とともに何人かの研究者によってテトラクオーク中間子として同定されてきた。クレオ及びボバー検出器にて観測された2つの長寿状態であるスカラー状態、DSJ 及びベクター中間子、DSJ はテトラクオーク状態として暫定的に同定されている。しかしながらこれらの状態は テトラクオーク状態でないとする他の説明も可能である。二つのアイソスカラー状態 F2 及び F2 は明確に同定されている。しかし他のどんな状態もすべての実験において一貫して同定されることはなかったため、これらの状態についてより詳細を述べることは難しい。二つのアイソベクター意思中間個 π1 及び π1 は実験的に安定して存在している。 確実性が高い。これらの状態は明らかに、グルーボールではないが、テトラクオークかハイブリッドであり得る。ただし、そのような割り当てに対する証拠は弱い。パイ、ロー及び、イータにはかなりよく同定された状態で、これは何人かの研究者によって、暫定的にハイブリッドであると同定されている。もしこの同定が正しければ、この質量の範囲内に、 いくつかのハイブリッドが存在するとする格子計算の結果と非常によく一致していることになる。ありがとうございます。